それでまだねちゃんと仕事にもなんないのになんかねいろいろ無理するのも違うし、うん、まあなんかいろいろあるじゃないですか、その目指すものがね。例えば売れたい人もいれば、その音楽の道を極めたい人、だから演歌だったらその演歌の道を極めたくてやってる人とか、まあ、そんな人いるんですかねこの夢も希望もない感じで何とかしてやってまあなんかみんな歌が歌の原点に帰る人みたいな、まあ、聞いて喜んでもらってねみたいな。そう大変なんですよあれ多分。あ、まあね大変ですよ。あんまり今日はあのいい影響を与えなさそうなんで、そうなんかリアルな言葉がすごい。あと10年したらこんな感じになるんだなと思わないで。いやいや、もう夢と希望に満ち溢れてますからね。こさん、心入ってねみたいな。みんな来てくれる人はファンの人ですね、本当に。そういう意味では。なんでないですね。立派ですね。友達、ね、友達になってください。はい。いや、なんか照れるな。友達。あんまりでも友達がいがないと思いますよ。友達がいって結構あれですよね、話とかしてもあーうんとか、あんまなんか期待した答えがこう、いやいやいや、いやであの二人友達として、まあ友達って友達だけど友達じゃないかもしれないしね。言いそうでしょ。言わない。ちょっと似てた今。言いそう。あ、これ螺旋階段じゃなかったっけ。螺旋階段。多分これね、室内にね、行くとね、分かるんだよね、焼けてるかどうか。ああ、なるほどね。赤くなってたりとか、あとお風呂入ったら痛かったとか。階段。すごいね。目もある。目もある。すくすくはこれからどうなるんですか。これからどうなる目標みたいな。目標実はね、いろいろあるんですよ。はい、野望でもいいですよ。野望でもいいですか。まあ、ちょっとこれ笑われるの覚悟でまあ言いますけど、はい、やっぱりその地元横浜に近い川崎クラブチッタさんでワンマンライブをするのが夢ですね。おー、はい、大きくて音もいいんですけど、まあ、1000人とかそれぐらい、はいはい、そうですね、もっとかな、結構入るんですけど、はいはいはい、やっぱりこういろいろライブやってね、みんなの心をドキドキワクワク動かして、なるほど、ね、はい、ロックロールブーム作りたいです。もう一回。夢ぐらいでかいんですか。ん、夢ぐらいでかいものなんですか、そのクラブチッターってやるってことは。そうですね、ワンマンだとやっぱり今の私たちにはでかいです、うん、うん、今の目標ですね。まあ、そうい う, こう段階を踏んでちょっとどんどんまた大きくなるんですよ。またそのチッター でやることができたら、また次のこう夢っていうのがまたできると思うので、多分その時にはできてるだろうね、また。なるほど。どれぐらいでいきましょうか。そうだなぁ、まあでも気合いを入れて来年とかしよう。随分近いな。近い。いやもうそれぐらいの気持ちで、ね、ハードルを高くしてって。なるほどね。じゃあね、ロックンロールブームを作るのが夢です。ああ、ロックンロールもう一回、もう一回ね、うん、なるほどね。今の若い人たちにも聞いてもらって、ツイストしてもらって。ちなみに周りでロックンロール大好きっていう子たちはいます？同じ年とかですか。そういないんです。いないんですか。そうです、ね、そうね、やっぱり女の子で、若い女の子でロックンロールは本当に珍しいかもしれない、ね、あんまいないですよね、うん、あんまっていうか全然、うん、あ、なんか焼けたな。革ジャンですか。革ジャンですね。あ、わ、暑くても革ジャン。ちなみにロックンロールの定義はあるんですか。革ジャン着ることとか。革ジャンリーゼントするとか。そうですね、やっぱ見た目からなんで。見た目から何事も革ジャン、リーゼント。革ジャン、リーゼント。ブーツ。あ、ブーツ。そうですね。黒のパンツとか。あと何があります？あとなんだ、サングラスとかもそうです。あとスカジャンとかも。ファッションばっかりです。そうですね、ファッション系結構多いですね。ファッションばっかりか、そうすると。ファッションだけでいいんですか？音楽的なところは。定義はない。でもね、ロックンロールって、ロックンロールって言ったらロックンロールだと思うんです。でもこう魂がこもっていればロックンロールです。ああ、なるほどね。はい、あ、夢も希望もない千葉山さん。なんとか。目標はあるんですか。目標はあれですよ。うん、テレビブロスの表紙を飾る。ああ、テレビブロス。テレビブロス知ってます？知ってます。テレビガイドとか、はいはい、ああいうやつのちょっとマニアック系な方の。いやでも発行部数多いですよ、ね、多いの多いですけどね。まあサブカル系の。なるほどね。
この人サブカル好きなみたいなんです。好きじゃないですけど、たまたま、まあ別に嫌いではないけど。サブカルネットワークがこう充実してる。充実してるっておかしいかと。そう。そこでもマジでおかしいと思いますよ。演歌歌手なのになぜサブカルの方でいい。なんか演歌歌手の方ってやっぱイメージ的になんか和が好きそうな感じするけど。やっぱあのステージとかだとやっぱ演歌歌手の方って結構派手な衣装とかが多いじゃないですか。やっぱこうキラキラした服とか着たりするんですか。そういうの持ってますけどね。スーツ？そうそうそう、スーツ。まあでもなんかそういうの着てた時期もありましたけど、時期もなんか最近あんまり最近地味ですね。脱却しようと思って出始めの頃は真っ黄色の、あれやらされですから、ええ、真っ黄色この間この間イベントで来ましたよ、うん、それこそね一番初めのゲストの時はその真っ黄色の衣装を着たんだけど、こんな夏の暑い時期だったんですよ。うわでスーツで ああいう生地って空気通さないじゃないですか、はいはいはい、10分ぐらい10分ぐらいで着替えていいですかって途中で着替えたんですがゲストなんだけどもう色物扱いだったんです。色物上川さん喜んじゃってね。うん、扱いやすいやつが来たと。いじりやすいやつが来たな。それ以来脱落せずにずっとこの番組出演し続けてるの僕だけですから、ね。一応サッペさんも入れてあげてくださいよ。サッペさんも。見てます最近。サッペさんだからこの黒船テレビで時はサッペさんの紹介です、うん。そうですよ。司会で。サッペさんもいい感じに距離取ってますから、ね。そのテクテクテレビとは。だから嫌なんかって話だよね。それ距離とかもうそういうどうして裏事情をこうテレビとか言っちゃうんです本当に。あのサッペさんでもセクテクテイバーさん出なくていいやと思ってるってことですよね。嘘だね。そう。またこれをぜひいつこもの方にこうまた見てもらいたいです。いつけちゃう。そう。まあ、すくすくもいつこもさん大好きだからね。まあね。そうそう。東急エリアですからね。活動拠点が。そうですね。横浜ですもん。ハマッコですから。そうですよ。ハマッコバンド。というわけで。エンディングでございます。ねえ、もう暑い中、はい、テクテクしてきましたけれど、はい、今日どうも本当ありがとうございました。いや本当に楽しかったですね。っていうのはすくすくに言わないといけない。どうもありがとうございます。いろいろ気遣わしましてありがとうございました。本当に頭も気も使いました。ありがとうございます。でもね、2人が本当にいい子だっていうのが、うん、視聴者の皆さんにもよく伝わったと思います。それは分かったと思いますよ。千葉山貴弘はだいぶ株を落としましたけど、いやいやいやもうね、あれですよ、やっぱこう、ナチュラルきますから、ね、自然体でね、はい、なんか映画歌手の方ってもっとすごい広範なイメージあったんですけども、今日ですごい壊れました。そうですね。人は見た目で判断しちゃいけないってことで、そうですね。あるね。ちゃんとしてますよ僕。まあしてる時もある、はい、してる時もある、はい、時もある。まあほら、いろんな方面を持ってるのが人間ですじゃないですか。なんかうまい風にまとめるけど、そう、悪い癖なんですよ、ね、悪い癖。強引にまとめるけどまとまってねえっていうやつ。まあ、今日はテクテクテレビさんで、はい、すくすくの地元横浜で撮影させてもらいましたけど、はい、地元横浜で活動してるんですが、今年はマイヤーとしてすくすく活動してます、はいはい、次のライブは大きいライブは8月の27日吉祥寺シャッフルさんにてワンマンライブを行います。あれだけ横浜行ってて吉祥寺でやります。そうね、その時は西川越だし、そう、全然違うとこに行っちゃうんですけど、はい、こういろんなとこでね、すくすくロックンロール広めようと頑張っていますので、よろしくお願いします。スクイレルスクラッチ .com ホームページからチケットの予約お願いします。はい、わかりました。今日本当どうも本当暑い中、はい、ありがとうございました、はい、だいぶ焼けたと思 う最初より。最初より比べてみてください、はい、そうですね、焼けたと思う真っ赤かになってかもね。焼けた、はい、この辺がすごいね、赤くなっちゃって。そう、もう最後の最後で、ね、もうめんどくさい。まあいろいろありますけども、ね、はい、僕も頑張って生きてますから。そうです、ありがとうございました。はい、はい、ちょっと最後めんどくさそうです。やりました。はい、今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。